せーの、フラフィーです。はい、今日の企画はチョコを食べながら恋バナをしてみたー。ウェイ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 、好き好きよ、好き好き。はい、もう少しでバレンタインということで、うん、あのチョコを食べながら、うん、お互いの恋愛話をしてみたいと思います。はい、あの、はい、今日は早速レイラさんドンキ行って、まあ、せっかくねバレンタインっていうことなので、うん、ね、ちょっと買ってきちゃったんですよ。あの、風船系だったらかなり無理だから。なんで膨らませられないからかも。待って、レイラ間違えて、それもしかしてウェディングパーティー絶対バレる。誰が結婚するんで。結婚したい。しかも結構でかくない？38cmの新郎新婦いるんだけど。ハートだけでよくない？ハートだけでよくない？うん、な、ちゃんとやろう。新郎新婦も膨らま好き。うん、バカでかいんだけど、どうする？え、これ何マジで逆に。おお、そうそう、あんたこれ日くれるんじゃないの？みんな言ってくれてたから、え、いいな、そう、食べたいかな。本命とかあげてました？あー、あげてた。これなんか赤いハートの箱に入れて、うん、かわいい。そう、カードにあの唇のキスマーク、こうやって手紙にちょってやったの。お前と一緒作ってた。かわいい。え、本命の人ってこと？うん、うん、カノはでもほとんど既製品だったかもね、買うものばっかり。なんか本命とかあげたことある？あるね。あ、でも作ったわ。クッキーとかチョコレート作ったわ。かわいいじゃん。うん、でもクッキー失敗しちゃったんだよね。うん、でも失敗してちょっと焦げちゃってたんだけど、美味しく食べてくれた。優しい彼氏じゃん。優しかった、本当に。確かになんかずっと大事にしてくれてたわ。してくれてた？うん、チョコね。チョコ？お、うん、どういうこと？チョコ大事にしてくれてた。食べてなかったってこと？もったいなすぎてって。もう腐るから早く食べてっつって。うん、いい彼氏じゃん。そうなんですね。うん、思い出ですね。うん、あ、高校の時とかはさ、うん、自分のクラスはあんまやってなかったけど、他のクラスが、うん、ほら、男の子に向けて朝早く来て黒板にハッピーバレンタインって書いてさ、教壇の上にチョコレートめっちゃ準備して、ハッピーバレンタインみたいな、男子が来た時にやってあげて、みんなにあげるってこと？女子みんな協力して男子にやってあげたの。うん、優しすぎない？とか、ホワイトデーには男の子が女子に向けて教壇にめっちゃホワイトチョコとか並べる。もうすごかったよ。いい学校、いいな、羨ましい。そう、いや、懐かしい。レラもいる人とか言ってあげてたわ、みんなに。ね、もうね、いつもね、バレンタインのね日は休み時間とか、うん、お腹空いたらチョコ食べれるじゃん。うん、だからもう幸せだったね。うん、なんだろうな、でもあんま告白的な感じでチョコあげたりはしたことない。あ、その時当時お付き合いしてた人にはあげたけど、うん、なんていうの、なんか好きな意味も込めて気持ちが届くといいなっていう
チョコをあげたことないから、そういつか経験してみたいね。そういうね、ね、なんか片思いの人にあげるとか、そういうのはやったことない、うんうん、素敵、めっちゃ素敵だよね。え、あのさ、じゃあさ、自分がもし彼氏いて、うん、他の人からチョコもらってたらどう思う？でもあったわ、そういう時。あった、嫌だった。高1の貴公さんの彼氏付き合ってて、うんうん、でバレンタインになるとめっちゃみんなからもらってたわ、彼氏が、うんうん、あとね、わざわざ待ち合わせしてもらったりとかしてて、うんうん、すごい嫌だったの。それかわいそう、マジで。でもなんか、仲いいのは知ってたから、うん、しかもカノのその先輩と普通に仲良かったし、うん、その2年生高2の先輩がカノの彼氏さんにあげたりとかしてて、しかもその、うん、カノがその女の子と仲良かったから別に文句も言えなかったし、うん、嫌な気持ちはあったけど、うん、もう受け取らないでとか言えないから我慢してたけど、うん、お返しとかもあげるのよ。わかる。なんかお返しとか丁寧にしなくていいよね、普通に。なのにしかも選びに行ったのがカノと一緒なの。彼女として選んだの。あの高校の時はいいよ、友チョコとか。わかるわかる。今の年でもらってんだったら、あってなる。やだ、もらってんだりとかして。嫌だよ。開かないんだよ。人によるよ、人によるけど、私は嫌だ。だからどうぞご勝手に。うんうん。その代わり私もじゃあ違う方にプレゼントします。うん、なる。うん、バレンタインってさ、なんか唯一というかさ、女の子から仕掛ける行事じゃん。そう、だからさ、なんか嫌だよね。わかる。怒れないじゃん、相手に。だって相手がもらってるらしいもん。うん、ごめんねとも言えないよね。うん、でもそれはわざわざストーリーとかに載せてんのキモくない？載せるっていいんだ、逆に。わからんわからん、想像したらうざくなってきた。いや、だから まだマシだったかもね、彼女の元彼氏さんは、うん、一緒に選んで、しかも一緒に渡したんだよね、うん、一緒にその子に、うん、え、渡したの？一緒に会いに行ったの。そう考えてみたらいい方だ。いいよ、めっちゃいいよ。隠れて会ってるよりは全然いい、うん、いいよいいよ。だからどれだけ人のこと考えられるかって話よね。そう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 。なんか対処の仕方考えた方がよくない？もしもらってありがとう、気持ちは嬉しいけど、うん、俺には彼女がいるから受け取れないんだよね、とか好きな人いるとかいるから言ってくれてならいいよ。それでもいいなら受け取るよとか、その一言があったなら全然いいけど、うんうん、だけどそれをなしに、うん、ありがとうみたいな感じでもらうなら、そう、なんかストーリーになんかゲットしちゃった。それはおかしすぎでしょ、彼女いるのに。もうそんなことやってたら。ないないですよ、こんな経験ないですけど。普通にいそう、いそういそういそう。それはただ単に彼女を悲しませてる。いやバレンタインは楽しい行事でもあるけど、うん、ちょっとそういう経験もある人はあるんじゃないかなって思う、うんうん。レイラのチョコはマジうまいよ。食べたい。レイラのこと好きにさせてくれたら作ってあげる。え？嫌いなんですか？好きですよ。男の子はね、うん。うん。男の子は私のチョコが欲しいんだったら好きにさせてください。え、どうやって作ってるか教えてくれない？蜂蜜で作ってる。うん。おいしそう。一緒に作りたい。一緒に作りたい。作ろう作ろう。そうよ。私のチョコはね、そんな簡単に手に入らないんだから。すごいじゃん。そうなんでポンポンあげちゃうかも。嘘嘘。あげましたあげました。結婚したいんだよね。結婚。まだ今の自分結婚したい。いや、今の自分は結婚できるかって言われたらできないけど、ゆくゆくは普通に結構今すぐにでも結婚したい。結婚したいっていう人のあれが分かんない。結婚したら何が変わるのって思う。結婚したところで相手が浮気しないとは限らないし、付き合ってても結婚しても変わりようないんだよ、うん、相手が何かするなしないは。ただただ幸せそうだなって。そうなのかな。別に誰とは限らさずに、そりゃそうよね。結婚したらなんか子供欲しい。うん、まあ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 。子供好きなの？うん、好きだよ。え、子供は好きだけど今の自分が未熟すぎて。本当に現実でできるかって言ったらまだまだ全然未熟者だし、ただしたいっていう気持ちもある。周りもさ、どんどんなんか地元とかで結婚とか、まあ、子供産む人も出てきて、この業界だってそうじゃん、うん、この年齢でお母さんしてる人もたくさんいるし、そういうのを見てるといいな、羨ましいなって思う。まあね、まあね、まあね、ゆくゆくはね、そうなりたいなって思うけど、うん、まあ、相手のことをね、考えられるような風になると思うね、結婚生活って。ダメな人はダメだけど、うん、まあね、まあね。だからそのためにも、うん、まず大人っぽい人と一緒に付き合えばいいんじゃない？大人っぽい人。レイラよりも大人っぽい人、本当に。レイラは結構自分の意見を言うタイプだし、うん、自分の思ってることとかも結構口に出すタイプだから、うん、そういうのをちゃんと聞いてくれて、うん、聞き上手な人っていうのはちゃんとその受け入れてくれる人、うん、それをちゃんと。大人っぽい人、本当に大人っぽい人と付き
てた方がいいんだよ。松田翔太さんが好き。松田翔太さんとできるなら松田翔太さん、小杖さんがいるから。小杖ちゃん私大好きなんですよ。 そこには絶対に入れませんし、あの違うんですよ、奪うとかじゃないですよ、タイプがってことよ。でもどういう人と結婚したいかっていうと、毎日でもキュンキュンしたいな。まあそうだね。なんかでもさ、毎日一緒にいるじゃん結婚したら、うん、それに慣れちゃったりさ、やっぱマンネリ化しちゃうのって怖くない？そんなに毎日一緒にいないし、普通に遠距離のカップルとかってさ、うんうん、たまにお泊まりするのってすごい楽しいじゃん、うん、楽しいし楽しみだし、ワクワクするしドキドキするじゃん。でもそれが結婚して一緒に住むってなると毎日になるわけじゃん、うん、で最初の頃は本当に幸せかもしれないけど、結婚ってことはもう何十年も一緒にいるってことだから、10年も経ってはもうそれが当たり前になる。でもさ、何十年ってことはさ、じゃこの年齢だからさ、もうレイラたちはまだまだ若いからいろんな人に出会うよってよく言われるけど、うんうん、最近メイクさんとかに聞くのさ、結婚してる人に、うんうんうん、本当に好きな人と付き合いましたかって、みんな、うん、そうでもないねみたいな、うん、今まで恋愛してきて本当に一番好きな人とは結婚できなかったって、うん、まあ、それは人それぞれ理由があるんだけど、あ、だから本当に好きな人ってやっぱりこの年齢で出会うことが、まあ人それぞれ、本当に人それぞれ多いわけさ。でこれから何十年も過ごしてくる人がその人じゃなきゃ嫌だなって思う。一番好きじゃなかった人と何十年もいたいって思わない？思わない。お前そんな好きじゃない人なんて入れなくない？好きだけど、今まで一番好きだった人みたいな。自分はさ、それに対して飽きないかもしれないけど、相手が飽きてしまうのが怖くない？それをなんか考えちゃうかな。そんなやつ選ばなきゃ。飽き性な人多いじゃん。だから飽きさせないための努力は必要だよ。メイクしたりファッションしたり、うんうんうん、それでずっとなんか一日ポチ食べて家でゴロゴロしてんだったら分かるよ。分かる分かる。だからこそ、そのね、恋愛だからっていうわけじゃないけど、日々私は頑張ってきてるし、うんうんうん、それでも飽きるって言うんだったら、うん、ご勝手にどうぞって、うん、もうそういう目線でいかないと思う、うん、それで正解。自分も頑張らないとね、そのために、うん、そうだよ。だから自分頑張るためにも相手頑張ってる人がいいの。もう口ばっかの人多いからね、普通に。おいおいおい、自分の弱いところを見せないために口ばかりで言う。でも結局、じゃあそれが結果となってますか、なってませんよっていう。うんうんうん、やばいんじゃないの、これ男の人叩かれんじゃないのこれ。違うよ、この話は別に女にも。そうよ、そうだけど、口ばっかで実績残してないやつに偉そうにしてることが多いわけ、うん、やってみろよって話、うん、目に見えてやってみろよって話、うん、ちゃんと証拠を残してやってみろよって、うん、頑張ってきたのいらないいらない。人生に残してくれる。口で言うだけじゃ、そうよ、意味ないってことです。そう、腹の中いっぱい。あんた全然チョコ食べてないじゃん。いやー大変ですね。まあもうしょうがないね。一人で生きていきたい。ハワイでとか住みたいな。自由に生活してみたいな。何にも考えずに、なんか自分のことだけかな。ターザンと付き合いたい。え？ターザン？うん、でもレーダーならいけそうだな。森の中とかで必死に獲物捕まえて行くぞーって今日が投げて実績残すぞ。口だけはやるから私はやるぞ。エモノスカワイド。フラッフィー。はい、こんな感じでバレンタインを一緒に過ごしてみませんか。うん、この動画でね、みんなで一緒にハッピーバレンタイン、うん、ハッピーバレンタイン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 、ズキューズキューついでに